どうですか。やだな、自分の私服見せるって。やだ。やだ。だって家にあったらちょっと嫌じゃない。いやいや。どうですか。気持ち的に。いや、ファンの人は。こっちとこっち比べたらどっちですか。こっちでしょ。それいやいや。それも人それぞれじゃないですか、やっぱり。なんか駅長さんみたいじゃん。駅長さん。こうやって全身こうやって出しちゃうと、これで酒屋とか歩けなくなっちゃう。確かに。このシャツお気に入りだったんです。やってしまった。やってしまった。やっぱりこう慣れてないよね、イケメンコンテスト。初ランクインだから。そう、初ランクイン。気合い入れちゃったんですよ。